かすみみたまの現世現談チャンネル。みたまはかすみみたまです。先日の朗読いかがでしたでしょうか。今回は下月城様からご提供いただきました雪山と幽霊を読ませていただきました。このお話は雪山に仕事で写真を撮りに来た男性、吹雪が止んだ雪原にポツンと立っている。テントには雪乃という彼女がいる。まだ起きては来ない。足跡のない雪原と満天の星空を眺め、いい写真が撮れそうだという気持ちと同時に孤独感で寂しくなっていると急に女の子が目の前に現れてという感じのお話でした。この話はクリスマス百物語の際に百話目に読ませていただいたお話です。最近関東にも雪が降って話題になっていたので雪のお話を読ませていただきました。少し寂しさの残る幻想的というか静かなお話でした。私は読んだ時に雪乃さんはもう亡くなっていて、僕は一人で雪原にいる。そこに迎えに来たのが半袖ワンピースの少女。きっとこの後僕もと考えていました。コメントでの考察も読ませていただきます。1つ目、さてなるほど、いろいろな考察ができそうな話ではあるし、雪乃という女性の安否も気にかかる。少女の先に行くという言葉は裏を返せば後から主人公が行くとも捉えることができ、話の始めに後頭部を打ったことが気になるとも言える。一人ではなく一人が寂しいというあたり、主人公にも状況の自覚があるのかもしれない。雪乃さんはずっと現れていませんでしたもんね。ずっとテントでまだ起きてこないみたいな。それに僕も確かに頭を打っていますし、ただその時に痛くなかったっていうのがポイントになってきそうだなと思いました。ありがとうございます。そして次、雪乃はもしかしてすでに連れて行かれた後では、彼女と聞きつつも好みのタイプはって聞くということは、僕を初めから狙っていた、邪魔な彼女を先に葬っていた、そんな気がします。これはね、嫉妬した女の子が彼女をやっちゃって彼氏を迎えに来たっていう、ちょっとヤンデレチックなお話ですね。好みのタイプはって聞いてるのは確かにとても気になりました。好きなのってちょっと疑っちゃいましたね。ありがとうございます。次、雪乃は本に寝てたのかな。少女の先って言葉と男性の一人は寂しいって言葉、そして最後まで安否の確認が取れない彼女、冒頭で前夜は凍えるような寒さって言ってたから、寒さによりってことも、逆に男性がもうすでにって説も、転んで痛みがなかったのは本に雪のせい。そうなると先にって言葉が少女が迎えに来たようにも聞こえるし、どちらにせよちょっと切ないお話だね。ありがとう。こちらはみんな幽霊だったのではってことですよね。確かに先って言葉とても気になります。ありがとうございます。最後、足跡のない雪原となると、この男性の方も少女同様この世の方ではない。詰まるところ、雪乃さんは唯一の生存者で、少女は男性を迎えに来たのか。すごい、足跡のない雪原で、つまりこの男性も足跡をつけれる存在ではないっていうところに気づかれたのはすごいなって思って、私全然気づかなかったですね。これで本当に雪乃さんが生存者なのか、男性が生存者なのか、全員生存者ではないのか、とても
気になるところですね。うん、皆さんコメントありがとうございます。作者様から解説とコメントをいただいております。このお話は以前に北海道の某地にて体験したことをベースにしております。一つ目は親戚と雪山に登ったら雪に埋もれかかったテント、周囲には足跡がないし雪の重さで潰れかかったテントに嫌な予感がして声かけ無反応、開けて中を見ると凍死したつがいの死体とご対面。二つ目は冬の山で姉とキャンプしたら夜に半袖ワンピースを着た女の子10代前半と思われるを目撃、会話とかはしていない。そんな二つを合わせました。僕はお亡くなりに、描写の端々でそれは匂わせています。朝方まで吹雪いていて現在は夜、天気は満天の星空なので快晴、少なくとも半日は雪が降っていない。しかし自分がテントから出てきているのに足跡一つない雪原、後頭部を強打する勢いで倒れ込んだはずなのに痛みはない。少女が人ではないと気がついた時に言った先に行くねという言葉、僕が亡くなっているのは思い至る方がいらっしゃるのかな、というかそこまではきっと分かってくれるはず、いるといいかな。名前しか登場しない雪乃さんが亡くなっているのに思い至る方がいると嬉しいですけど、いてくれますかね。いてくれるといいな。で以下真面目に感想、何者かは分かりませんが少女はおそらく僕をお迎えに来たんだと思います。雪乃のことは別にどうでもいい。少女は自分が成仏する前に死んでいるという自覚のなかった僕に死を告げるためわざわざ来たのだと思います。だけど少女への違和感と同時に場への違和感を認識した僕は僕と雪乃が死んだことに思い至ります。もし僕だけが少女と共に成仏してしまうと雪乃が一人になってしまう。死んだことをすぐ自覚して成仏できるならともかく、もしかしたら僕と同じように自分だけではなかなか自覚はできないかもしれない。僕を待ち続けることになるかもしれない。だから僕は少女と共に行かない。雪乃が一人きりで待つことを考えたら自分が待つ方がいい。そんな雪乃を一人にしたくないという優しさ。雪原と星空しかない場所で雪乃を待つ寂しさ。もしかしたらすでに成仏してしまったかもしれない雪乃を一人孤独に永遠に待つかもしれない悲しさが、最後の一人は寂しいよというセリフに含まれているのかなと思います。という感想解説をいただきました。ありがとうございます。なんかみんなの感想を合わせたらこの答えにたどり着くのかなっていう感じがしましたね。うん、そのさ、雪乃さんを一人にしたくないからって自分が一人で待つことを選択する僕ってめちゃくちゃ優しいなと思って、感想で感動させられるというのはね、初めてだったかもしれません。本当にありがとうございました。皆さんもコメント本当にありがとうございます。今回で感想動画の投稿を終わりにさせていただきます。2年間本当にありがとうございました。これからは朗読動画公開後、感想雑談配信を行っていく予定です。投稿頻度は今まで通り仏滅ごとになります。3年目もどうぞよろしくお願いいたします。さて皆様はどのような感想を持たれましたでしょうか。またコメントやリプライで教えていただけたらなと思います。というわけで、この動画少しでも良かったと思っていただきましたら、コメントやいいね、チャンネル登録をお願いいたします。していただけたら私とても喜びます。そして、怪談や一コアの体験談も大募集しております。動画や配信内で紹介していいよというお話がございましたら、Twitter のダイレクトメッセージにてお声掛けください。そんな私の Twitter のアカウントも概要欄に記載させていただいておりますので、フォローしていただけましたら幸いです。それではまた皆様のお耳にかかれたらと思います。皆さん、
おやすみたま。